はい、皆さん、こんばんは、高幸です。もうですね、ニュース見られてる方はご存知かもしれないんですけども、奈良市の小学校で、小学3年生の女子児童がいじめに遭っていた件ですね。で、その子が学校の先生にね、ノートを提出して、そのノートにはですね、私は死ねばいいのに、というふうに、記載がされている文章を、その先生はなんと、花丸をつけて You can do it と書いて生徒に返却していたということが分かりました。ふざけんなこの野郎。久しぶりにですね、腹割ったにえっくり返りましたね。でね、その教師はですね、その子が花丸をつけてって言ったなんて言ったから丸をつけたっていう言い訳をしてるらしいんですけども、文章を読めばわかるだろう。明らかな SOS ですよ。それをいじめと問題視して対処することなく、花丸をして返す。とんでもない教師。旭川いじめ事件でも被害者が何度も訴えたにもかかわらず、対処することなく隠蔽していましたが、この学校でも同様のことが行われています。詳細はですね、ちょっと読み上げたいと思うんですけども、児童の担任は自殺をほのめかすノートに花丸をつけて返却をしていたと。奈良市教育委員会によりますと、市立小学校の当時3年生の女子児童は、一昨年から去年にかけて同級生から足を蹴られて怪我をするなどのいじめを受け、学校側は去年12月にいじめの重大事態に認定をしていたということですね。去年6月にノートを提出したらしいんですけども、その時に花丸をつけて You can do it と、あなたならできるっていう意味ですよ。いじめられてる人間に対して頑張れとか、あなたならできるっていうのは言ってはいけない言葉です。頑張らなくていいんです。そしてその女子児童はその後ストレス障害と診断され、今も症状が続いているということです。この担任もですね、絶対に許すことができない教師で、もう即刻教師を辞めるべきだと思います。我々がですね、どんなに活動してもね、このような教師っていうのはなかなかいなくならないかと思いますので、この学校のね、教育を是正するための100万人署名活動というのをですね、加藤修一さん発起人でやっておりますので、そちらの方にですね、ぜひ皆さん署名をしていただいて、このね、学校教育を改革していきましょう。ではまたお会いしましょう。じゃあね。